皆さんこんばんは。プロソフトテニスプレイヤーの松本です。今回の試合は全日本シングルス三重県の予選です。対戦相手は、実業団の吉澤の下國選手との対戦となります。先に下國選手の紹介をすると、北海道出身の北海道科学高校から日本体育大学に行った選手です。日本体育大学の時は団体でインカレ優勝のキャプテンとして活躍をされた選手でした。僕はドローが朝に出てこう見て、山場は予選の若林選手も山場だなって思ったんですけど、その後の下國選手も、ここが全日本出れるか出れないかのこう分かれ目となる試合だろうなっていうのは自分でも感じていたので、特にこの試合が大事だなと思って臨んでいましたし、三重県の予選に出る時から、下國選手は出るだろうなっていうことは分かっていたので、心の準備は、していました。勝って残りあと3回、下國選手入れて3回勝たないと全日本シングルスには出場権獲得できないというところで、こうタフな試合になるなっていうのは、分かっていた上で臨んでいきました。それでは早速試合見ていただきたいと思います。終わった後には僕の感想だったり反省だったり、思ったことを振り返っています。そちらもご覧ください。それでは行きましょう。どうぞ。
Oh, yeah.
最後まで試合を見ていただいてありがとうございました。結果は1対4で、下國選手に負け、まあ、2024年の全日本シングルス選手権は、出場することができないと形になりました。1日経って、今の率直な感想としては、まあ、悔しいですし、こう、まあ、虚しいというか、なんか、今まで1年間、活動休止はあったとはいえ、この大会に向けて、長崎県の予選と三重の予選というところで、出場したんですけど、まあどちらも自分が思うような結果が出なくて、いやー、結果出すの難しいなっていうのを、今ひしひしと感じてます。まあ今は1日経ったのである程度心の整理というか、もう結局は、現実を受け止めて、これからどうするかしかないよねっていうのは、こう頭の中では分かっているんですけど、その本能というか、心のどこかでは、まあ、もやもや感というか、いやー、マジかっていう気持ちが、大きいです。まあ、結果的には、こう、全日本も、もし出場できた場合は昨年64だったので中シードっていう形で、いつもよりもこう戦いやすくトーナメント的にもなるのかなっては思っていたんですけど、それも、手放すっていうところで、これからどうやってこうやっていくべきなのか、もう一度こう一から見直さなくちゃいけないですし、まあ、今はこうなかなか自分の成長を感じる部分もあるんだけど、まあ、結果が出てないっていうところで、まあ、もやもやというか、なんか自分はこのまま、終わってしまうんじゃないのかなとか、こう、やっぱ、心のどこかで思ってしまう部分とかもあったりするんですよね。自分が成長してるのは感じるんだけど、でも結果が出ないと。で、そういう時って一番、どうすればいいんだろうっていうのを、まあ、正直思ってしまうっていうのが今の現状です。ただ、結局、ここで、やめてしまうと、まあ、それまでやってきたことっていうのも、全部、台無しに、いやー、ちょっと、あれですね。何言ってんだろう、マジで。ちょっと、うまく言葉が、思い浮かばないです。でも、こう、反省することは、いっぱいありますし、試合の中でも惜しかったけど、まあ、要所要所のポイントが取れなかったりとか、そういうことはありましたけど、後悔は、ないです。ここに来るまで、もう本当自分の時間を、まあ、すべてと言っても過言ではないぐらい、こう、使ってきましたし、練習だったり、コンディショニングだったりとか、まあ、いろんな方のサポートを得ながら、僕はここまで来ることが、できました。もう本当にスポンサーの皆様、そしてサポートしていただいた方々、応援のメッセージをいただいた方、本当にありがとうございました。これからについてはまたゆっくりしっかりまずは体を休めて、考えてどうするのか、どんな形で今後の活動をやっていくのかっていうことをしっかりここで考えることがやっぱり大事だと思います。ちゃんと、まあ、今回の試合とか取り組みとかそういうところに向き合うっていう時間も取って、多少立ち止まる時間があったとしても、次前を向けるようにまた準備して臨みたいと思います。今後も僕の活動を見ていただけると、幸いです。それでは今日も一日ご安全に。